群馬大学共同教育学部国語専攻1年の鈴木紗恵です。私は高校生活で部活動と勉強の両立を頑張りました。部活動では関東大会を出場に、実際関東大会出場を決めることができました。勉強では国公立大学合格を目指して頑張りました。無事に群馬大学に合格することができました。一枚のいいところは先生方がとても優しくて、いろんなことを相談しやすいっていうところです。勉強のわからないところはもちろんですけど、それ以外にも勉強で疲れた時になんか話を聞いてもらったりだとか、わからない進路選択に迷った時にたくさん相談に乗ってもらったりだとか、いろんな先生方に相談乗ってもらうことができました。本当に受験勉強の時にたくさんの先生方にお世話になったので、一前の先生方にたくさん頼って無事に勉強も部活も頑張って自分の進路を実現できるように頑張ってください。